のカンナギラビッツです。よろしくお願いします。はい、今から10月16日日曜日大阪ラッシュ2部ということでバックダウンさんでのやつ聞きます。いただきます。イエーイ。はい、こんにちは、アニです。今から10月16日大阪ラッシュ2部に続き見たいと思います。こちらも千秋ありがとう。今回ロックダウンさん通してどっちも1部2部も千秋だけだったので本当に今日は助けられました。ありがとうございます。で、1部では冬物のコートを着たって言ったんですけど、2部ではいつも私が愛用しているブランケットをちょっとこうやってくるって待って撮ってみました。去年このブランケットをつけて自撮りをあげたんですけど、もしかしたら見つけれてるかもしれませんね。これはね、おばあちゃんに買ってもらったフランフランのブランケットで、ちょっと可愛くてぬくぬくでお気に入りなんです。どっちもお気に入りの時期なんで、ちょっと1部と2部の届くの楽しみにしてください。ありがとう。はい、以上あいねでした。買ってくれてありがとう。ネクスト。はい、ということで10月16日の大阪ラッシュの2部のリンのチェキ買ってくださった方の名前を読ませていただきます。ハルピー、ありがとうございます。はい、ふざけた結果ね、結構本格派になってしまった。なんか自分の中では結構落書き凝ってるなっていう感じになっちゃったんだけど、まあこれも楽しんでもろてって感じです。届くの楽しみにしててね。頑張ったのでロックだぜ。はい、ということでリンのチェキ買ってくださった皆さんというかナルピーありがとうございました。ネクスト。はい、10月16日アベノロックタウンさん2部のナリスのチェキ買ってくださった方のお名前呼びます。まずはさっきと順番をずらしてエルドッちゃんありがとう。はい、ちょっとエルドッちゃんから読ませていただきます。あのね、見て、ちょっと面白い顔してる。なんかこんなことしてるわ。ずっと見てるよって、あのさっきのなんか当選簿シリーズからちょっと近づいてもろて、ちょっとなんかあのいたずらっ子風な感じの顔にしてみました。これは結構ね、あの僕がちょっと気に入ってる感じの表情ですね。なんかあのいたずらしたくなるよね。何やろ、まあ、なんかこの時期やからかどうかちょっと分からへんけど、なんかたまにそういうことしたくなります。エルドッちゃんはどうですか。あ、で最近エルドッちゃんからもらったものを使って料理とかするのが僕の中のマイブームがちょっと来たりとかしてますね。楽しいです、めちゃくちゃ。なんかそのおかげで結構ね、料理があのやっぱなんか僕の家は割と調味料が揃ってる方やから結構料理が楽しかったりとかするし、やっぱりどうしても自分で作らないといけんってなったりとかするし、まあイリナも作ってくれるけど、なんかそういうのもあって結構2人で分担してやったりとかするねんけど、なんかそれが結構楽しかったりとか、はい、あの東京での暮らしは割と楽しいです。あんまり大阪と変わらんなって思うし、ホームシックになったこともそんなにないと思います。ホームシックがどういうものなのかちょっと僕的には分かってないけど、はい、楽しくさせていただいております。僕は、はい、ロックダウンは結構ね楽しかったです。僕は一部の時ウサギから結構見たりとかしてバチャバチャしてました。次はサイリウムを持っていこうかなとちょっと思ってます。はい、ありがとう。全然チェキと関係ない話してるけど、はい、お次がひょうちゃん、ありがとう。はい、好きな一部はね、好きなお花なんですかっていうことだったんですけど、それのあの続編ですね。なんかマンジュシャゲ、あの彼岸花ってさ、あの結構そのなんかダークなイメージがあるやん。僕はなんかそういうダーク系が割と好きなんかなって思って、まあ、明るいお花とかも割と好きなんやけど、なんかすごい個人的にはそういうちょっと暗めな感じが好きなかなって思って彼岸花にして、で最近そのリコリスリコイルっていうアニメを見てたから、そこでなんか出てきたりとか、そう、あのリコリスって言うらしいです、彼岸花。別名それ、そうで、あって、あのあれ母
花言葉、花言葉、花言葉、ちょっとなんか日本語不自由になってるけど、花言葉が、あの黄色の花言葉が深い思いやりの心だそうです。僕は結構なんかあの気使えない場所とかもあったりするけど、割と気が利くタイプの方だと言われることが多いです。はい、なんかすごいなんか自分の自己アピールみたいな場所になってるけど、まあ、まあそんな感じだと思って、だからすごいなんか思いやりの心っていいなって思いました。僕もなんか改めて、あ、人には優しくしないといけんなって思いました。あ、自分勝手なところは結構あるので、人に優しくですね、自分にもかなり甘いので、自分になんか厳しくいかねばならないって思うけど、なんかあの何やろうね、自分その1から10だとしたら、なんかもうみんなが1から10でやるとしたら、僕は0から100みたいな感じで、すごい切り替えが激しいみたいなところがあるから、なんかうまくできる方法をね、うまく生きていける方法をちょっと探したいなと思ってます。僕の個人的な個人的な感想です。はい、ちょっと花言葉とかを見て、そういうことなんかじっくり考えたりとかもするんだなって自分で思いました。楽しかったですはい、ありがとうね。ということで、10月16日時期買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、今から10月16日2部でのネットチェック買ってくださった方の名前を読んでいきたいと思います。はい、4枚買ってくれたデイビッド、ありがとう、嬉しい。はい、ということで結構ね、今回はすごいフランスをテーマに撮ってみました。1枚目はね、マカロン、いいな、すごいマカロンがね、すごい好きで、最近はカネレもね、ちょっとね、みんながおすすめしてくれて結構食べるようになったんだけど、割とマカロンが好きでね、前フランスに行った時にめちゃくちゃ マカロンが置いてあったから食べたいなと思ったんだけど、食べれへんかったから、今回はね、それを食べたいなっていう気持ちを込めてこれにしました。はい。で、お次が、はい、早く会いたいなっていう気持ちも込めて、ちょっと可愛い、あざとい感じのイリナさんです。あともう一枚は、ずっとデビットのこと思ってるよっていう感じの考えてるよポーズです。はい。はい。でね、そう、あとはもう一個はちょっとプニってしてる感じの、そう、最近ねちょっと顔のお肉があるなとか思いつつ、ちょっとまあチェキで活かせるんじゃないかなと思いつつ、こういう感じにしました。はい、なんか今回は結構ね、フランス語も結構多めに書いて見てるので、伝わればいいなってイリナの気持ちが、正直わかんないからさ、翻訳してる話とさ日本語と実際のフランス語って割と違かったりするから、すごい伝わるかわかんないけど、ちょっと翻訳してもらって、今書いたので伝わればいいなと思ってます。はい、なので、また届いたらメッセージくれると嬉しいです。いつもありがとう。メルシー。はい、ということで、イリナのネットチェック買ってくださった皆様ありがとうございました。それでは、ネクスト。ありがとうございます。それでは以上、私たちカンヌギラビッツでした。ありがとうございました。